まゆきたよん、瀬戸ゆえ来てくれてありがとう。9時まで頑張ります。何しようかな、メイクしようかな。久しぶりに、あ、ゆうた、お久しぶり。たけちゃんずおかえり、りがくお疲れ様、お疲れ様。かくやん、こんばんは。眠い。今日はこう、なんか楽しかったっていうよりは、なんだろうね。なんか卒業式練習、卒業式練習、卒業式練習が勝つみたいな感じだったから、楽しかったも何もないって感じ。マイク行きたいよ、ありがとう、来てくれて。まあ、髪の毛めっちゃブサブサ。給食なんかクリームコロッケみたいな、あとなんか味噌汁みたいな、豚汁みたいなやつだった。あとお赤飯でも、なんか豆がなんかお赤飯もどきみたいな豆でって感じ。マイティヤッホーのヤッホー、みーぽん、マロタ、どういう、なんかお赤飯の豆じゃないの、お赤飯に似たような豆を使ってるみたいな、なんかもどきなの。色も違うの。なんか卒業お祝いみたいな。学生なのに20超えの人と対決なんて無理にもほどがあるよね。本当に。今日も給食たくさん残しました。ってことでお腹が空きました、私は。ペコペコです。化粧しよう。ララララな、なんかね、お赤飯ってなんか紅色的な感じじゃん、なんか紫、ピンクと紫の間みたいな、違うの、なんか白と紫とピンクみたいな。なんか違うの、色が。説明したいけどできない感じの色、本当に。あ、待って、マイティーと同い年だわ。え、本当に？そうなんだ。いやいや、じゃあもう卒業だね。したのかな、卒業。そうなんだから、ちょっと今日給食食べなかった。あんまり。なんかお味噌汁的な、豚汁的なやつは美味しかったんだけど、本当にもどきなの。ルーニーありがとう！ザッキー、こんにちは。普通のせ、なんか、赤飯じゃないんだよね。なんか違うの。で、なんか、お赤飯って言ったらごま塩じゃん？ないの。だから、もどきなの。もどきなの。前も、今日学校でめっちゃもうめっちゃ眠い。今もさっきまで寝てた。3分前くらいまで寝てた。あ、やばい。ショールームやらないと。今日が勝負どころだ。やらないと。頑張らないとって思って。目こすって起きて。感じ。もどきはひどいな。ちょっとごめん。ひどい言い方したけど、学校にひどい言い方したけど、本当にそうなんだってば。給食のデザート出たよ。でも残した。なんかよくわからないやつだった。
シャドウ掘っちゃった。爪で。目がキラキラの。ヌーニーありがとう。50カウント完了ありがとう。横領がラッサイファミリーで一番仲いいのはマユって言った。イェーイ。イェーイ。マユも横領なの。横領は唯一信用できますね。信用できる。お友達。好き。めっちゃ変な風になった。いや、ザヤワに放流は渡さないよ、私。まだかー。お赤飯はちゃんと作ると。いや、なんか、ちゃんと作ってるのかよくわかんないけど、学校の給食だから、まあ、頑張ってって感じ。仲いいよ、オーリオと。めっちゃ、仲いい。スピーピー。本当に。こうかな。よいしょ。今日はね、なんかみんなさ、最近さ、流行りのさ、春メイク的なのやってるじゃん。今日は私も、春メイクしていきたいと思います。牛乳あるね。絶対牛乳出る、学校で。牛乳いらない。オーリオファン。ファンさん甘いよね。いや、前も前から。前も負けないから、とか言って。ルーニーありがとう！ルーニーありがとう！ありがとう。いや、でもこのテンションがもう続くか。この後。塗っていきます。メイクとかしたことない。難しそう。いや、そんなことないよ。そんなことない。ゆうたありがとう！そのテンションす、あ、読んだわ。まだ春じゃないさ。本当に、今日も風がビュービュー吹いて寒かったよ。本当に。給食センターもっと努力しろ。もう、しかもね、給食があるのね。あの、前は、なんか、前の学校は、給食センターが作ってるの。前の、なんか地区の学校だけ、なんか、給食センターで、他の学校は、もう、学校で給食を作ってて、めっちゃあったかいし、美味しい給食なの。なのにさ、もう、前の地区だけなの。もう、不公平だ。まあ、もちろんよ。こんにちは。あやはー、やっほー。もう、春が来た。最近グミ食べすぎて頭おかしくなってる。グミ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 ペア。ルーニーありがとう。吹いた。かわいそうでしょ。うん、かわいそう。給食センターの給食さ、なんかご飯めちゃ、なんかちょ悪口みたいになっちゃうけど、前は嫌いなの。ダメなの。夜道せずまっすぐ帰ってきた。友達と遊んで帰ってきた。俺も給食センターだって。もう嫌だよね、給食センター。うん。はい。こう。ま、適当にね。こうやって塗って、指で薄くします。そしたら、こんな感じ。カニャありがとう。ヌーニャありがとうね。みなさん、ツイッターに連携してない方は、連携と、カウントしてない方は、カウント。星がまだある方は、星投げ、よろしくお願いします。今日が勝負なので、私は。頑張ります。オーリアダイヤマが一番好きだぞ。いや、やだよ。あ、マイティが一番好きだから。何言ってんの？オーリオ公認の、公認で、私は。うん。俺も今日給食、なんでだろうね。赤飯。もう前も給食すっごい嫌い。もうね、
一回給食で嫌な思い出があって、眉一回、なんか担任の先生が、なんか給食絶対残しちゃダメみたいな先生に当たったことがあるの。それで、まあ給食好き嫌いすごい多いから、だから、その嫌いなものを食べるのにすっごい時間かかったの。めっちゃ。で、それで、やっと食べ終わったって形に行こうと思ったら、先生に、なんかなんだっけ、食べるの遅いってめっちゃ怒られて、なんでもっと早く食べれないの、着いたらしすぎみたいな、めっちゃ言われて、もう絶対給食、嫌いなものを絶対残さないで食べないってもう誓った。それがあって めっちゃだって頑張って食べたのにさ、悲しいじゃん、怒られちゃうんだよ。うん。見てますか？給食センターの方、文句言って ごめんなさい。学校携帯ダメですね。私は、持ってってます。学校で使ってないけどね。まあみんな持ってきてるから。うん。まあ青春したいです。やっぱり。学校帰り。みんなと一緒に写真撮って みんなと一緒にお話しして、帰りたい。そんな感じです。こんな感じかな。マイオシになろうかな。なんでこれなんでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひやってください。本当にお願いします。お願いします。俺の担任も残しちゃダメ。ああ、もう絶対残さなくていいんだ。もう残さなくていいよ。もう嫌いなものは嫌い。もう人それぞれなんか嫌いなものはたくさんあるの。いいとも。あ、本当に？アナログもありがとう。先生、ひどい。ひどいでしょ？もう絶対給食残さず食べないってもう誓った。ここに。彼氏作りませんね。西村ほのかさん、かわいいです。かっこいいです。ほのおくん、かっこいいです。正直すぎる。ごめん。正直なの。嘘つかないタイプだから。体調良くなってないよ。鼻水はやっぱり出ます。カウント終わった。まどかありがとう。元気だけど、鼻水がね。職人やけど面白すぎる。で？あ、ねえ、トゥ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 、薬は飲んでますね。薬は飲んでます。楽しくない。もう嫌いな食べ物はだから、もう今食べてません。もう、お母さんにも食べてみな、食べてみな、食べてみなって言われたものしか食べません。私は花粉症じゃないと思う。ああ、いじめ？もうなんか、いじめっていうよりも、もうなんか、学校は、もう、寝てるのが多いね。主に。はい、休みが、寝てる。はい、寝てる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 。あー、寝てる。今日も寝てた。卒業式練習で。卒業証書授与で。私の番がない。寝るしかないよね。もう眠かった。みんな寝てた。前もだから寝た。ごめん。みんな寝ちゃった。ちょっと、カクってなって寝ちゃった。何が嫌い？あれとかこれとかそれとか。たくさん。まずく、一本まずく。お邪魔します。カウントご、ありがとうございます。ありがとうございます。なんでないのって何が？
こんばんおっしゃるー、こんばんはー。え、なに？卒業できなかったんだね。え、違う、違くて。いや、私3年1組なんだけど、なんか3年1組はもうやったから、なんか3年2組から3年5組までやりまーす、みたいな感じで言われて、おーみたいな。ああ、はい、みたいな。ずっと椅子に座ってるだけで、ね、卒業証書授与ってすっごい眠くなるじゃん。ダーヤも来てくれてありがとう。ピコピーこんにちは。すごい。ね、あ、20分なのに始めてめっちゃ来てる人が嬉しい。ルーニーアイスクリームありがとう。アイス食べたい。いや、気失ってないよ。いや、強くて。いや、だから留年しないって。卒業するよ。まあ、頭は留年レベルなんだけど。でもね、留年するって言っても、私は卒業するから。うん。そしたら。だったら、だったら、だったら。マイティン、こんにちは、初見です。マイティン推しになるか、あー嬉しい！マイティン推しになってください、ぜひもう。おー待ってます！マユラーが欲しいです。マユラーが欲しい。もう、たくさんマユラーが欲しいんだ。みんななってくれ。お願いします。50カウント、ありがとう。今の授業卒業で、だからできるってば。もうそのコメントした人読まないからね。できるって言ったから、できるから、一応言ったことは覚えてください。できますよ。はい、リピートアフターミーできますよ。てかさ、みんなさ、みんなさ、聞いて、聞いて、聞いて。前のさ、配信さ、9時までやるんだけどさ、みんな退屈じゃない？それが心配だった。うん。鼻毛だと？なんだその毛は。鼻の毛か。どうしよう。まあ、たくさんあるけど、とか。ああお前さ、さ、こう鼻毛をさ、めっちゃさ、こうやってさ、ふんって抜くさ、やつやってみたいんだよね。楽しそう。ああ、ゆうた嬉しい。ありがとう、来てね。楽しみだな、来てくれるって。嬉しいね、うん。そしたら、LINE を引いていきます。LINE はですね、今日は、このドーリーウィンクの、ラインを引いていきます。アイドルの会話。ああ嘘、嬉しい、ゆうた、ありがとう。このラインはおすすめです。で、今日は、垂れ目にしたいので垂れ下げます。垂れ目にしたいので垂れ下げます。皆さん、垂れ目にしたいときは垂れ下げてください。あ、でも跳ね上げちゃおうかな。やっぱり跳ね上げたいと思います。今日はちょっと猫の系にしよう。こうやってこんな感じ。まあ高校生になったら、え、当たり前でしょ。友達100人欲しいんです。友達100人できるかな。
ゃっくりふらふらふら一年生になったら一年生になったら友達100人できるかな。優しい方が好きですね。グッドティアで見たらうるうるしちゃう。嬉しい嬉しい。だから友達100人欲しいんだよ。できるかな。ちょっとこんなちょっとうるさいやつなんだけど、友達になってくれる人いる？いますか友達、私と一緒に遊んでくれるって方いますか？いますか？いますか？あ、ごめん。いきなりこう素に戻っていきなり笑顔から孫になる。それが私です。よろしく。マイティーの講習取ってくれんの？うん、来てほしいな。ファミリーで20より、いや友達じゃないと思います。私緊張して話しかけられないんです。ダメなんです、人見知りなんです。だから皆さんから話しかけてくれるもん、たくさん話すんですけど、本当は話したいみんなと、でもダメなんです。じゃあみおりちゃん、一年生同士さ、仲良くしよっか。約束ね。なってるんですかね、私。ななみんと仲良くないと思うな。仲良くなりたいです。LINE 終わらしちゃいます。イエーイ。はい、ライン完成です。当時の中学生って、私の周りの中学生はね、もう彼氏とか彼女とかもたくさんいますよ。私はいませんけど、私はいませんけど、みんながだって彼氏だから必要ないもん。LINE をぼかします。まゆはなんでいつも LINE をぼかしてるかというと、ちょっとこう LINE でちょっと目がきつくなっちゃうから、コクコクと。だから LINE はシャドウで、濃い茶色のシャドウで薄くして、それで目をちょっと穏やかに清らかにしています。ももなんと遊んでないです。遊ぼうって言ったけど結局遊んでないです。ディズニー大好きです。年に 3回4回くらい行きますね、ディズニーは。もしかしたら私がディズニーに出没してる時にあなたもいるかもしれません。いるかもしれません。
マイラーって書いてあったわら。でも、他の推しもいなす。私はあなたの推しに入りたい。ダメですか。夜起こされる時あるし。何が何がモモナに振られただと。この間モモナが写真撮ろうって言ってくれたんだよ。振られてはないよ私。え、ディズニーの花火が毎日聞こえる。嘘、本当にすごいね。それは羨ましいわ。でもさ、そんなに近くに住んでるんだったらさ、行かなくていいよね、ディズニー。行きたくなるのかな、ディズニーの近くに住んでる人って。ディズニーめっちゃピンクメイクになった。ディズニーの地下ってすごいんでしょ。行ったことない。ディズニー行きたいね。私行く相手がいないから。ネズミランド、鼻治ってないよ。モモラン、いやモモラン前と言ってもつまんないよ絶対。レイヤーはさ、ナナミンと一緒に行くんじゃない。あそこの二人仲いいし。ちょ、私オーリオと一緒に行く。私オーリオと一緒に行くわ。じゃあグッドティアーズ5人で行くわ。そうする。ルカちゃん誘って、ルカチと行きたい。ディズニーもうね。チークはさささっと書いて、ほっ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 、パッパッパー、はい、マスカラ、はい、マスカラ。喧嘩したの？何？どういうこと？オーリオと一緒に行くから。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。あげて。はい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 、あげたらマスカラー。イッツァスモールワールド知ってる？あ、知ってるよ、知ってるよ。お前好きじゃない、イッツァスモールワールド。喧嘩したの？何が？ハルルンは？ハルルンともあんま喋んないんだよな。でもいや本当に喋るのが本当に数少ないんです私。人見知り症候群なもんで。よし、みんなもうすぐみんなのコメントを読むから待ってて。もうすぐでメイクできる。
完成。流血メイク。完成。なっつん、ツーショット撮ったことあるよ。で、あ、青丸。化粧って難しそう。そう？練習すれば簡単よ。練習すればね。前もだってめっちゃ練習したもん。あ、書くところ忘れた。おこんばんぬー。完成、完成じゃないまだ。ちょっと待って。グッティアのメンバーとは年齢関係なく仲良しですよ。当たり前じゃないですか。グッドティアーズだか。まだ未完成でした。ちょっと待ってください。ね、ここ書かないとね、完成じゃない。完成した。完成。待ってくれてありがとう。行きました。今来た。行きましたじゃないわ。今来た。ね、髪の毛もね、ちょっとね、今日はシンプルに一つに縛ってみました。銀座のママになっちゃう。え？なんないよ。今日はちょっと濃いめです。え？ミューポンとディズニー行く約束してんの？あー、いいな。じゃあ前ルカツと言っとくわ。ミューポンに言っといて。ルカツと言っとくから。髪下ろして、今髪下ろすとね、汚いんだよね。なんかグニャグニャグニャってなってるから嫌な。って言っとく。私のことは、マユラのスターで覚えて。もう覚えてるよ！もうスター覚えてる。こんばんは。楽やん、楽やん。もう見つからないから iPhone 新しく契約してきた。はあ、あまる残念だね。残念だね。2枚目の握手券何枚買おうかな。カツゴン来てくれんの嬉しい、ありがとう。イエーイ。めっちゃ笑った。ミユポに喧嘩くる、喧嘩売るとか。いや、売ってないよ、別に。え、だって、ミユポの、ルカチ様じゃ、いや、ないから。いや、マユティのルカチ様でもないけど、いや、みんなの、ルカチ様だから、だから、な、安心してください。このまま、このマスがあなたの推しになってます。ああ、イエーイ。ああ、佐々木遥ちゃんがまいちゃんと仲良くなりたい。ええー、仲良くなりたいって言ってたの嬉しい。はるかちゃん仲良くしようね。じゃあ今度遊ぼうね。うん。嬉しい。そうやって言ってくれる人がもういるなんて嬉しいことよ、本当に。嬉しい、本当に。嬉しい。嬉しすぎよ。ねえ。どういうこと？嬉しすぎなんだけど。ごめんなさい、調子乗りすぎました。すいません。あ！みんなとルカシ様なのに、個別にディズニー行こうとしてんじゃん。いや、だって、いや、だって、いや、ルカチ、みんなのだけど、いや、マユは、ルカチの中で、特別？この四星、特別。だから、そう、行きたいなーって思って、まあ、まだ言ってないけど、まあ、マユが行こうって言ったら、ルカチ様はきっと、いいよって言ってくれるかな。
言ってくれるんじゃないかな。だから、もう決定したい、して、した、した、もんじゃん、じゃん。まあ、そんな感じ。もちろん初見ではありません。知ってます。知ってます。そう、そうなの。そう、楽屋ね。そうなんだよね。違うんだよね。まあ、結構ラブコッチと一緒なんだよね。私たち。だからラブコッチとは仲いい。風邪ひいた。私の弟？うん、違うよね。ああ、ミユのこと慰めてあげよう。MMM 開催の危機だわ。白億回目も解散しようとしたもんね、私たち。だから気が合わないんだよ。気が合わないんだよ。気が合わないんだよ。悲しいけど、MMM はもう、結成3ヶ月くらいで解散ってことですよね。このつらいです。ラブコチ愛理ちゃん、私の名前は、私の名前は呼んでくれないの？マイティン、ルカチの配信から来たよ。さすが、ルカチ、ルカチや。さすが。いや、まっすー、マユラでもあるよね。最近顔出してくれないけど。マユラでもあるよね。マイのことまだ好きでいてくれてるよね。まっすーのパンが食べたいんだから。ことで皆さん、今来た方とか、星投げカウント、まだ、ツイッターの連携、フェイスブックの連携してない方は、連携よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日が勝負なんです、私。よろしくお願いします。はるかちゃんから、遊ぼう、集ぼう。次、まいちゃんに会えるわ。かわいい。好き。でもね、目の前にするとね、かわいすぎてね、スタイル良すぎてね、本当に目がもうクリクリしてて、もう本当にもう髪がストレートで綺麗なんですよ、本当に。もう、何なんですか？あなたは。本当に、緊張しちゃうんです。ちょっと。本当に、はい。いいテンションでしょ？スクショタイム？みんなスクショしてね。スクショしてよ。ねえ、みんな手振ってあげるから。ねえ。ねえ、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 ねえ。つかっぽん。つかっぽん。やっほー。うん、元気になった。なんかもう、なんかね。はい、最近は本当に、はい、もう、コメント呼ぶだけの配信。みんなにありがとう、ごめんなさいしか言わない。でも、なんか、もう、それも通り越して、なんか、頭が壊れてきました、私は。はい。いつもの眉っていうか、頭が壊れてきました。いや、前のスクショタイムはね、スクショタイムはね、本当に、スクショタイムはね、私の特殊なスクショタイムなんですよ。はい。私、あんまスクショタイムっていうことをしないので、もう不意に撮ってもらった方が、まあ一番いいのかなって感じ。はい。
はい、すいません。本当にこれは申し訳ない。大丈夫だよ、まっすー。マイティ推しから外れる。ああ、嬉しい。もう好きだから、まっすー、本当に。また来てね。いいよ、ルカちゃんのところ戻っても。大丈夫よ。私はもう、なんとかするから。そしたらまたまっすーに会えるように頑張るから。うん。大丈夫よ。私も、今、ルカちゃんのところ戻っていいよって言ったけど、まっすーのこと見せたわけじゃないからね。もう好きだから、もう全然いてくれてもいい。でも、ルカちゃんのところ行きたくなったらもう戻っていいからね。ほんと、まっすー好きだから。うん。割れたかっから握手会持っていく。ありがとう。かわいいとか来てる。嬉しすぎるじゃん。平常運転の。うん。てん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 。ああ、ああ。ちょっとさ、11になろうよ、みんな。だからさ、ちょっと。星投げよろしくお願いします。カウントも皆さん、カウントできる限りよろしくお願いします。あと、ツイッターの連携、フェイスブックやってる方、フェイスブックの連携もよろしくお願いします。スカボーありがとう。狙い撃ち。いや、スカポンはもちろん浮気しないよね。うん。スカポンは浮気したら許さないからね。もう浮気したらこれだから。だからね、スカポン。わかってるよね。スカポン。スカポン。スカポー！冗談、冗談、ごめんね、冗談だから。ひな祭り、ひなぼんぼん、イェイ！初見です。見に来てくれてありがとう。よかったら星投げとか、カウントとか、お願いします。よろしくお願いします。今日が勝負です、私は。今日が勝負どころなんです。この勝負で、私は、15位以内に入らないといけない。絶対。だから皆さんご協力よろしくお願いします。今日は9時までやります。4時間です。あと残り3時間くらいやります。ぜひ皆さん。はい？窓かだって？なんで名前変えた？うん。なんで名前を変えた？ 前ティンなら入れるよ。ありがとう、高なり。あやな。協力します、ぜひ。ありがとう。わあ、嬉しい。いや、でも、はるかちゃんの方が細いから、ちょっと自信持った方がいいよ。うん。うん、全然前なんかよりも細いから、本当に背も高くてね。まあ背はどっちが高いだろうね。ね、競争しよっか、じゃあ。嬉しすぎるよ、マユティ。25日。撮影会と握手会行くからよろしくね。まっすぐ決まってるよ。よろしくね。やっと参上。一周終わり。ああ。パニャー！パニャー！協力しました。マッチもっと協力よろしくね。うん。マユティーン！ゆきまる！どうしたの？私になんか用があるかな？ん？そっか、マユの配信見に来てくれた。そうだよね。ありがとう。じゃあよかったら星投げをよろしくお願いします。すいませんでした。ちょっとした出来事で。はい。何？舞ちゃんは何？身長167くらいかな？ 6。6.5から7の間らへん？わからないけど、うん、そんくらいかな？枝豆豆、ありがとう！ありがとう！だるまさん、ありがとうございます。大切にします。
ありがとうございます。ありがとうございます。衣装を着てるマイケルはかっこいい。タタ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 。これできないんだよね、全然。もっとラブラブにならないと無理やな。悲しい、マユティは。悲しいよ、マッチョにそうやって言われるなんて。マメ絶対歩いてほしいぜ。やったー、ありがとう。マメマメありがとう。お仕事頑張ってね。お仕事頑張ってな。お仕事の間にね、来てくれてありがとう。もう嬉しかった、嬉しかった。いつも枝豆マメが来てくれるから、もう頑張れるわ。ありがとう、頑張るね。あ、え、まあ、嬉しすぎるって言った、優しすぎるって。わかるよ、漢字、漢字書けるよ、優しいっていう感じ。イベント最後まで頑張ってね。じゃあまたね、バイバーイ。ありがとうね、来てくれて。卒業式終わった？終わってませんね。はい、終わってないですね。はい、まゆとまどかラブラブだもんね。知らんけど、いや、まどかとまゆは仲いいんだけど、いや、どうしても、いや、ミューポンとはビリビリがちょっと、こう、ルカチ争奪戦みたいな感じのビリビリがちょっと流れてて、ちょっと MMM はちょっと解散しないとまずい状態にちょっとなってきてますね。はい。以上でニュースをお伝えしました。25日だいぶ先だけど、先だと思うんだけど、ついに近づいて、ねえ、あと13日かな、12日かな、13か12だよね。13かな、13だよね。うん、早い、あともうちょっとだよ。ほら、2週間切ったよ、2週間。イエイ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 。2週とカウント重量50からだとたくさん手伝い、ありがとう。うらら、頑張るね、ありがとう。15以内に、はい、入れてあげたい。皆さんだから、今、全くギフトが、ギフトじゃない。ああ、違う。星が、トン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 と投げてこんな、こう、来て、説明が、あ、やっと星が来た。星ください！星ください！お願いします！ハートが来た。いくゆう、ありがとう、ありがとう、いくゆう、ありがとうね。マッチョはいい、マイとマッチョはラブラブじゃん。ありがとう、欲しい、ハート。いくゆう、ありがとうね。二人がルカス争奪戦してる間に、まさかあやちゃんと娘、いや、言わせない方がいいよ、まどか。油断しない方がいいよ。まあ、あやちゃんも取っちゃうからね。星集めてこれる方は、星集めとかよろしくお願いします、本当に。もう皆さんの力をお貸しください。よろしくお願いします。私に、あと、2日。でも、14日はできないかもしれない。明日も夜で配信できないかもしれない。もう今日が勝負なんです。だから、皆さん、今日、力をお貸しください。もう今日だけじゃないけど、もう、今日がもう勝負どころなんです、私は。今日逃したら、本当に。
今日15位とかまで下がったら、本当にもうダメなんです。もうやばいんです。本当に、もう大変なんです。もう、だから皆さんお願いします。私に協力よろしくお願いします。本当に。よろしくお願いします。最後は笑顔で終わりたいです。よろしくお願いします。お願いします。本当に。いくよ、豚さん、ありがとう。制限解除されて、集めないとな、うわぁ。まっちゅうごめんね。もう大好きだわ。ありがとう、本当に。もう。ありがとう。もう何周もしてくれてる方もいるから、本当にありがとうございます。助かります。ありがとうございます。頑張ってね、また来るね。ありがとう。ゆうと星集め、ゆうと本当に助かる。ワンちゃんの力、恐るべし。うわ、あやちゃんのこと取るなら、星投げ、やだーやだーやだー、じゃあ今だけあやちゃんあげる。眉のあやちゃんでもないけど、今だけちょっと、まどかに負けたことにするから、うん。しくじって、今慌てて、ごめんね、ほんとありがとう。はったいこ、ありがとうね。今日も配信ずっと見てる。ありがとう、活動。スター、ありがとうね。カウント間に合う？カウントさ、ありがとう、あまる。本当にありがとう。ルカチアさん、ありがとう、ナナ。ありがとう。マイティ、今来たよ。星投げとカウントする。ありがとう、本当に。ありがとう、本当に。もう、みんなありがとうね。はい、もらった全部投げるわ。イエーイ！イエーイ！やったー！イエーイ！皆さん、本当に皆さんの力は本当にもう、本当にもうなんて、もうなんて説明していいかわかりません。皆さんのこの星を投げた分、私が元気になるんです。もっと私を元気にしてください。星を投げてくれたら私はすごい喜びます。更新まであと6、ありがとう！教えてくれて。握手会タケちゃんズで。名前覚えてるか。あれ、タケちゃんズって、我のところ来てくれたよね。待って。多分顔見たらわかると思う、絶対。来てくれたんだったら多分顔見ればわかると思う。絶対。待って。いや、違うよね。うん。なんか、たけちゃんずって名前も聞いたことあるし、絶対来てくれたんだったら顔は絶対知ってるから、絶対もう、たけちゃんずですって言ったら絶対、あーってなる。星二重投げたよ、ヤンス、ありがとう、ありがとう。こんばん、まゆっちー。ハルルンの配信見てたら遅れたわー。来てくれてありがとう。じゃあよかったら追加の連携もよろしくお願いします。星投げ、感動、よろしくお願いします。皆さん私に力をお貸しください。お願いします。お願いします。ただいま、アーチタムだよー、タムだよー、やっほー。まだ更新できない？まだ。ヤマキー、来てくれてありがとう。昨日は元気なかったので、心配してたけど、元気でよかった。いや、もうなんか、元気でやった方が、やっぱ眉らしいのかなって思って、コメント読むだけじゃなくて、もう元気でもう、あってやってた方がいいのかなって思ったから。いつまでちょっと体力続くかわかんないけど、うん。私の妹はマイティに星投げしてくれた。嬉しい！なんて言うの？しほちゃんとか？うん、しおりだから、なんか、しほちゃんみたいな？うん。適当に前が名前を作ってしまいました。ごめんなさい。しおりの妹ちゃん、ありがとう。名前わからないけど好きだよ。お姉ちゃんのカバー可愛いよね。携帯のカバー。うん、好き。ありがとうね。みんなありがとう。今日何時まで？寝遅れたけど、夢のために。あ、じゃあ夢頑張っちゃうわ。義理の
義理の仮嫁頑張っちゃうわ。今日は9時までやるよ。あかりちゃんね、覚えとく。覚えやすい、あかりは覚えやすい。落ち着いてるのはギャップ萌えだ。じゃあ落ち着くね。星食べできない、今から投げるよ。ありがとう。お祭りひなぽんぽん、ありがとう。やっぱダメだ、今日はね、はしゃぐ。50回ずつだよー、ミミありがとう。カリカリうるせえ、9時になります。うん、カリだから一応。了解。9時です。マイティこんばんは、ごめんなさい、6時星投げてしまったのでツイートしてカウント5時。ありがとう、ショコショコありがとう。じゃあ次前に星投げてね、ショコショコお願い。同い年で、そうなの？私のお友達にもあかりって子がいるからすっごい覚えやすい。嬉しい、ありがとう、見に来てくれて。同い年は頼もしいわ。うん、マイティのショールーム面白くて絶対見に来てしまう。ありがとう。はしご方はマユティらしい、思いっきり、はしゃぎましょう。イェーイ、おー、イェーイ、おー、番組観覧とか渋谷のデビューイベントは行ったけど、握手会はない。まゆちゃんのところ行く。ごめんね。たけちゃんさん、ありがとう。待ってるね。待ってるね。いつの間に2位になってる。みんな安を抜かせ、ルーニーを抜かせ、頑張れ、みんな抜かせるように頑張れ。ああ、カリヨメのために星ぶん乗ってくる。ありがとう、アンバルありがとう。カリ旦那、私のカリ旦那、わかりました、制限終わったら星。ありがとう、ショコショコ、頼んでよかった、イェーイ、頑張る、マユティン。頑張るマユティン。違うな、なんか。違うね。頑張る勝ち。やっぱ頑張る勝ちだな。今日も、私、高橋舞は、頑張る勝ち！いやー、そんな、キモい顔なんてみんな思わない。みんなにはそれぞれ個性があってね、一人一人とってもいいところもあるから。顔もそう、全部が悪いわけじゃない。自分にはコンプレックスとかあるかもしれないけど、絶対どこかいいところあるから、そうやってキモい顔とか言っちゃダメだよ。うん、金庫金庫、マイティン頑張れ、頑張るよ。あ、マユティン、頑張れ頑張れマユティン、頑張れ頑張れマユティン、マユティン頑張れマユティン、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 負けるなマユティン、頑張れ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 マユティ、頑張れ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 マユティ。そうだよ、世界に一人。更新の時間が来ました。マイティン頑張ります。ってことで、バイバーイ。